おっす。皆さんおはようございます。みなひろです。さあ本日はですね、ウエスタン西葛西店様の方にお邪魔しております。ということで、抽選番号の方が4番です。押さえた機種はもちろんオスパンチョゼロということで、もう今日もやっていきますよ。本日も設定狙いでパンチョゼロ打っていきたいと思います。結構良さげならそのまま打ちますけど、スマスロ北斗とかまだ空いてるんで、ちょっと早めに判別つけて、なさそうなら北斗の方にも移動しようかなといった感じで立ち回っていきたいと思います。いきましょう。ウエスタン西葛西店様での収録です。いつものやつ、マックスベッド押せ。打っていきたいと思います。よろしくお願いします。目標絶頂、大都機種の宝探しが大好物という感じで今日もやりました。番長ゼロで、前回ここにお邪魔させていただいた時も、稼働内のスマスロ北斗を打ちまして、8600枚一撃入れてました。ペルペルさんがここにお邪魔した時、6月6日だったかな、カド台が強かったんですよ、めちゃめちゃ。で、カド台のニャンコ大戦争とか、カド台のカバネリとか、まあ強かった。だから、それも踏まえてカードなんじゃないのという予想でこれ見ました。自分的な100点満点の点数でこの台の期待度を換算するなら、100点満点中50点。なぜそんな低いのという理由に関してなんですけど、今日何やら常連の方からの情報で、前傾ねをメインでやってくるんじゃないかなという情報を聞きまして、4台の番長ゼロを前にする確率はまあないだろうというのでちょっと点数低いです。改めてちょっとざっくりゲーム戦の解説しますけれども、通常時はまず押すポイントを貯めて、押すポイントからの規定ポイント到達でボーナスの抽選が行われます。でボーナスの抽選に受かった場合は、ボーナスに当選して、ビッグ番長ボーナスとレギュラーボーナスがありまして、それを突破するとメイン AP いただきロードに入るというゲーム戦ですね。いただきロードが30ゲーム1セットの AT となっておりまして、消化中も押すポイントを貯めていきます。で、その押すポイントを特化ゾーンがいただきチャージというものでございまして、そのいただきチャージでポイントを特化して貯められる。でこのループで出玉を増やします。で出玉を増やしていって、結構コンスタントに当たりを取れる台なんで、500枚ぐらいの塊を出していこうというのがこの台ですね。で早速もうこれ撤回落ちてきそうですね。怖いっす、怖いっす。ちょっと喉の調子悪いっすね。はい、当たります。レイゴマ、これはもらったでしょう。スタパネは消えない。ゼロ、バテコラはなし。ここで番長ボーナスなのかレギュラーボーナスなのかという戦い。番長ボーナス赤だな。知人会、まあよし。じゃあまずは朝の挨拶から。オースオースオース。でこの番長ボーナスがですね、右側に10連中と書いてありまして、ここもポイントを貯めていきます。で10ポイント貯まるごとにオーラの色が上がっていって、期待度が変化するというゲーム性ですね。もちろんこの間も大チャンスが0ゾロい、0ゾロい引けば10ポイント以上、あっちっちタイムです。
で、ゼロゼロイに変換されるケーキが DDZ リプレイなんで、 DDZ リプレイを引けばチャンス。で、リリーズ引いた場合はゼロゼロイに変換されなくても3ポイントは貯まりますんで、とにかくリリーゼが熱い。白色のデカナビ、ここデカナビ欲しい。さあキーローラ、ここに設定差があると。10ゲーム間のジャッジ、パンダを倒せばいただきロード。いやー、コンスタントに当たる台はやっぱ演出もあっさりしてていいっすよ。まあドデカダビ来ればいいんですけど、とりあえずここまでなし。残念、まだあるんで。最初の5ゲームと後半の5ゲームで基本的には演出分かれますね。ダメだー。はい、朝1ゼロモード番長ボーナス、キーローラスルー、若干低設定した良くない。まあ番長ゼロモード判別はやっぱ朝11000ゲームが勝負なんで、まず通常いただき、はい、設定差あります。ただ1回クールだけじゃ不安なんで、まあ、何回か欲しいって感じですね。でその次にパンダダリ終了画面、はい、これも大事、超強い、設定差5倍ありますんで、これ1回確認できたら2000ゲームまでは粘りたいですね。でその次、レギュラー中の豪鉄1人、これも、パンダダリ相当です。同じ出現率の差がありますんで、これも出たら2000ゲームまで粘りたいです、はい。でもう一つゼロモードループ、はい、これも強いです、設定数3倍あります。ゼロモードループした時のように 2V1 でオーラをまとわない抽選になりますんで、そこをちょっと確実に見抜けるかどうかっていうのが不安なんですけど、あとはレギュラーからの頂き当選、レギュラーからの頂きはもうこれもゼロモードループと同じぐらい3倍ぐらい設定数ありますんで、ここも欲しいですね、マジで。あとは、まあ、まだまだありますけど、あとはちょっと細かいところで言うとモード移行率ですね。ゼロモード抜けた後チャンスモードにちゃんと行ってるかとか、まあ、通常モードチャンスモードでボーナスにちゃんと当たってるかとか、あとはちょっとトータルで見た時にいい挙動が欲しいっていう感じにはね。でもういろんなところに設定差あるんで、早いとだいたい宣言ぐらいで分かります。上下。ただ厄介なのが下でやれた時、判別時間かかるんで、そこが厄介です。例えばなんかゼロモードでずっと当たり続けて青菜出てきてずっといただきやってましたみたいな、もう分かんない分かんないんで、だからそこもありますけど、トータルで見たときに1000ゲームから2000ゲームぐらいでやめるのが無難なんじゃないかなとは思います。であとは、まあここはみんな広調べにはなってくるんですけど、いただきロードの獲得枚数ですね、はい、設定6だけ100枚ほど獲得枚数が低くなっておりますので、6を狙うっていう意味ではいただき1回あたりいっぱい出ない方がいいです。まあ、その理由というのがまあいろいろありますよ。いただきロードの引き戻しが若干弱いと、チャージ中ロード中チャンス目が押し順で隠されてるとかあります。まあ、もろもろのいろんな要素があっていただきロードの枚数が低いんじゃないかなと思われます。でこれ弱いな、特権中ちょっと予兆は強かったんですけどね、大切に期待しよう。特区も弱い、ダメだー。一応チャンスアップ、一応チャンスアップ。肉自慢は出現する時点で一応チャンスアップなんで、黒ナビありがとうございます。対決中の黒ナビ発生で本戦長確定、稲広調べ、稲谷ゲームゼロモードボーナス、ゼロモードボーナス2回目ですね。これ
正解はなし。ヒーローラ2連続する。パンダデフォルト、ちょっと微妙ですね。ゼロモードで2回当たっては2回とも赤なので、2回ともヒーローラで2回ともする。ダメだこれで。通常モードステチェンとかしたらもう危ないですよ。これは外れます。飛ばしますね。稲妻つくんだ。チャンスモード以上の期待とか激高です。まあ、通常モードの可能性もありますけど、でオーラはまとってない。ゼロモードのどっちかわかんない。内部的にゼロモードがループしてる可能性はある。で、まあ、ゼロモードループが選択された場合は稲妻ステチェンが選ばれやすい傾向にありますんで、まあ、内部的にゼロモードの可能性が少し持てるって感じですね。あとはもうどこのポイントで発展するかですよ。もう問題はこのままもう通常モードの400とかで割れちゃうと、結果通常モードだったってことになるんで、結果通常モードだったってことになるんで、あー出た、もう今日負けです。でこれで400ポイント貯まったんで、通常モード400ポイントで全長開始、稲妻ステチェンは冷やかしだったってことなんで弱い、良くない。あでこれで怪しいっす。50% 期待。だからモード以降は通常選んじゃったんで良くないんですけど、もしかするとこの通常モードで当たるかもしれない。通常モードボーナスは2倍設定差がありますんで、まあこちらの方が差としては大きいですね。はい、こちら。でまあこの通常モードも外して、その後のモード以降もまた通常だとやめでいいと思います。6狙いなら、6狙いなら、5なら全然あるんで。ああ全然弱いですね。結局怪しいしだけしか強い演出なかったんで。いや対決でまくるか。おお、オラ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 ですか。219ゲーム当たりました。通常モードでボーナスなんで設定差2倍あります。もうちょい打ちますね、もうちょい打ちますね。はい、頼みます。青オーラですけど、兄貴青オーラですけど、ドデカナビは 70% なんでね。青オーラですけど、ちょっとやめられなくなりましたね。青オーラ設定差ありますんで、こちらも黄色黄色黄色ってスルーして青オーラで突破で通常モードボーナス確認。ちょっといいですね、ちょっと。ああかっこいい、ああかっこいい。総投資が15本で初めての頂きロードですね。まあもうちょい打ちましょう。一応4以上は視野に入れてバートゼル打ってますんで、もう設定6の特徴っていうともうずっと当たることなん で、はい、でボーナス引いたら大体通るみたいな、もうイメージですけど、で今それを否定しているような挙動をしてますんで、となるとちょっと5を意識する感じですね。で一応ウパルパンダ3回出てますんで、ウパルパンダ3回なんでちょっとまあっていう
楽しもう、いただきロードを楽しもう。ちょっと背筋伸ばします。ありきいや、背筋伸ばすの大事なんで、定期的に体を動かした方がいい。あの25歳で全然余裕やとか思ってたんですけど、結構良くない体勢ですんで、バチソル打つ体勢って両手前なんでやっぱ猫背になっちゃう。3連です。はい、いやー、ゼロ揃いがいけない。まあよし、518枚で終了。ブースシスター、そうですね、と同時にこれ1000ゲームです。ゲーム数 AT 中含めたゲーム数が1000ゲーム到達で、AT250 ゲーム消化してますんで、通常時は750ゲームで、終了画面が通常3回、グース試作1回、高設定差弱が1回で、ガチャガチャがウパル3回、カッパ2回、土の子が1回。ちょっとどっちか分かんない、グース指数どっちか分からないですけど、個人的にグースシスターの終了画面が1回出ただけでも結構グース寄りかなと思ってますので、少しグース寄りの挙動今のところ。まあゼロモードで3回、ゼロモード当選率が4分の3、ちゃう、ゼロモード当選率が5分の3です、はい、で当たった3回は全て赤7で終了と。で BB が赤74回当たってまして、黄色3回青1回で、青1回だけ通ってる、黄色3回はするで、モード移行が、通常ゼロモード抜けた後のモード移行が通常モードが1回これで、チャンスも引いてからゲーム数立ちすぎてるんで、これチャンスモードっす。直撃、まあ、見える状態ではゼロモード抜けた後通常モードが1回で、その通常モードも当たってます。そしてこれ100ポイント台の前兆か直撃かどっちかという状態。さあどうなる。赤7中の黄色オーラ3連続スルーがとても嫌な予感がする。そこだけどうにかなりませんか。これを逆転できるだけの挙動を示してほしいですね。で現段階としては続行です、はい、まあいいところは通常モードの当選と赤7中の青オーラからの当選があったんで、そこがいいところですね。だからこういいところと悪いところを天秤にかけたときに、まあ、まだいいところの方が勝ってるかなという感じなんで、まだ打ちます。3枚はマイナスの500枚ぐらい。おい当たった。これ直撃かチャンスモードかどっちかです。なぜなら100ポイントの後半あたりで割れてるんで。今のところ厚めの演出というか BB を期待できる演出はない。レディに譲りな、弾取らせ、レディに譲りな、ファシコン、おー、あるやん、直撃あるな。いただきました、188ゲームいただきロード直撃。チャンス目を引いたんですよ。でチャンス目引いてから通常時の特訓移行までのゲーム数が実戦上のものよりもかけ離れてたんで、直撃かチャンスモードかどっちかって予想してたんですけど、直撃でしたね。設定差あり、
はい、もう一回言います。設定差あり。ちょっとこれは2000ゲームまで様子見ですね。ただまだあの朝一のキーローラ3連続するはまくれてないんで、もう少しいい挙動が欲しいですね。で個人的には奇数によってほしい。あの4を消したいんで5がいい。あー最悪ですね。偶数しさ通常3回の偶数しさが早速2回目出ました。で奇数設定と偶数設定で2倍近く設定差ありますので 12.5% と 20% やばい。ここから奇数によるとか、例えば直撃めっちゃ引くとかして5か6の可能性を上がるかもしれない。ただ1300ゲームなんで何とも言えないです。まだいい意味で裏切っていただきたいですね。挙動的に熱い直撃や直撃や2回目、ライバル強パターンは強烈対応なんですけど、今ハズレ引いて帰ってったんで全長以上です。でポイント溜まってないんで直撃です。2回目。283ゲーム。マジですか兄貴、マジですか。いやまだ油断してない。4の可能性は全然あると思う。通常時1000ゲームで直撃2回目です。打ってる、はい、本前兆の期待大プラス BB 以上大チャンス。今これ400ポイントなんですけど貯めちゃわない方がいいな。あ430。おい、この歴史の0ページ目。珍しいですね、予兆対決、予兆対決のパターン。さあボーナスが出てくるか直撃が出てくるか。あーいや、ポイント注目ね。ナイス460ポイントだから直撃の前兆とボーナスの前兆って全く別物で2つの線が走ってると思ってもらっていいんですよ。で直撃の前兆は単純に、まあ、直撃引いたから直撃の前兆が走ってるんですけど、その間ってポイント貯まるんで、で規定ポイント到達でボーナスの抽選はされます、はい、でこれもしこれ400のゾーンが選ばれてて規定ポイント溜まってボーナスの抽選に受かったらジジカよ。これ漏れてたらポイントなくなっちゃうんですよ。もったいない。ただこれそもそも減ってすらないんで、400のゾーンですらなかったってことです。うまい。これはなぜうまいかっていうと、いただき初期ポイント500ポイント持った状態でスタートできるんで、まあ、ゼロ型にした時熱いんですよねっていう感じですね。よし、まだ5の可能性は残されてますね。254枚。ありがとう、やったお名が来ました。悲しい悲しい。266枚。さあということで、しゃべろうとしてたら2000ゲーム到達しました、はい、ちょうど。で AT に700ゲーム使ってるんで、通常時は1300ゲーム回してますね。
4かなと思われます。今のところこのままウパルがハッスルしてくれれば5の可能性も出てくるんですけど、直撃は引けちゃうんで4以上あれば何回も、この間設定4かなって思ってる台で直撃6回か7回引いたんで、6回、直撃6回引いてるんで、引けるときはよう引けるんですよ、引けないとき引けないのに。ゼロ通常されちゃう。モノイコも、まあ、あまり良くはない。あー、まあ、サワイ数が今プラスの500枚ぐらいですね、もうちょいあるかなぐらいまで戻ったんで、まあ、かなり安心して回せる区間に入ったんですけど、まあ、打ちますけどもう何か起こるまで多分何もないです。何か起こるまで何もない、何言うてんねんって話なんですけど、だから次の画面に映った時にミナヒロが果たして直撃を引いてるのかパンダーニを引いてるのかレギュラー中の豪雪1人を引いてるのか、ライジングを引いてるのか引いてるのか超引いてるのかっていう感じですね。何か起こるまでちょっと飛びます、飛びます、飛びます。さあ、先ほど次の場面で何か起こります的なことを話していた時間から来た皆さん、何か起こるんでしょうか。何も起こらないです。もうちょっと時間かかりそうですね。さあ、7回目のいただきロード、皆さんこんにちは、みなひろです。さあ、数時間前にみなひろが次何かあったら何か起こる時だと、そんな感じのこと言ってたと思います。いやー、もしかしたら今から何か起こるかもしれませんね。はい、これ言ったの5回目ぐらいです。チャージ、これで次で3セット目。果たして何か起こるんでしょうか。ライライライ一撃、ついなぁ30ゲーム以上。まあ多分黄色黄赤以上やったらもうもらった。感じますちょっと話変わりましたね。はい、兄貴これさあちょっと話変わりましたね。鉄拳制裁リサーチ実践上ベルだと 1% で50ゲーム 4% でライジング、さあ今ライジングは50ゲームです。いきます、まあ右手の小指なんで DUI です。いい。もう服脱ぎたくてしゃあなかったやろな、豪鉄も。いや実際何か起こりましたね。解散だ。何も起こんねえや。始まりのディスタンスすら流れねえよ。
さあ、ライジング引いて815枚と。まあ上出来でしょう。一応獲得枚数というか差枚数は2000枚超えてくれましたんで。赤オーラなんでも設定差はないですけど突破と470枚上出来です。はい、3回目です。147枚。なぜ直撃来たんですかみたいな枚数。今日はいい天気だ。はい、4回目、230枚です。相変わらずいただきはなかなか伸びてくれません。さあ、でデータなんですけど、一応今4000ゲーム超えまして、プラスの1800枚ぐらいですかね、3枚です。まあ、グラフはマジでゴリゴリの6ですよ。2000ゲーム時点で、まあ、設定4が6割、設定5が2割、設定6が2割って予想してたと思うんですけど、展開的になんか奇数にも奇数設定の可能性はあるような示唆の割合に戻ってきたんで、挑戦ゲーム回して絶対ないみたいなダメな挙動はなく、コンスタントに当たって出てるんで、まあ、もうこれぞ番長の高設定って感じなんですけど、中間設定の4をこう否定するような挙動が連発してます。2000ゲーム時点ではうーんって感じだったんですけど、まあ直撃も4回してくれたんで、今は割と珍しい展開です。流れとしてはこの後この台はどういったドラマを見せてくれるのか、交互期待。あー当たったやんか。チャンスモードスルー、チャンスモードスルー、チャンスモードスルー、チャンスモードで当たりましたね。はい、まあ、6じゃめったに起きない光景が今目の前に起こってます。だから3連続でチャンスモードスルーした後、4回目のチャンスモードで当たりです。ゲーム数が400ゲーム、442ゲームチャンスモード当選。はい、天井回避。さあ、ヒーローラー4度目の正直、そんなこともないけど、これ外れたらもう6はないって言います。6はなまで言いかけてます今。6はないですね。ヒーローラー4連続でスルー、まあまあないこと、まあ、6の可能性もあるんでしょうけど、まあ、状況とこの台の基礎的にもうこの台は6の可能性はなくなりました。はい、506枚で、まあなんかね、4っぽくないのがあるんですよ。終了画面、朝一2回速攻で出たじゃないですか、終了画面偶数したで、あれ以降1回しか出ず、だ奇数寄りになっちゃったんですよ結果。激アツじゃー、当たりました。ゼロモード当選ですね。激アツ一度も外したことないんで、一応外れそうな時はありましたけど、まあおそらくこれはチャンス目からの強制短縮で当たりだと思います。
結局あれなんですよね、直撃とかもそうなんですけど、番長ゼロって当たるかどうかも大事ですけど、 BB 以上が確定するかどうかも大事なんですよ。結局そういうのが、まあ、青菜とか理事会予告とか直撃につながってくるんで、それらは全て BB が確定する演出が起きやすいんですよ、実戦上。だから例えば特訓中にプレミア出るとか、特訓中のプレミア発生で BB 以上確定なんで、やっぱ直撃とか引いた時出やすい演出ではある。であとはまあ対決行った時に教育的指導、あれはやっぱ赤7以上確定するんで、ああいうのも出やすい。あとマテコラとかね、あれも赤7以上確定するんで出やすい。だからこういうので教育的指導行ったら熱いんですけど、行かなかったらまあ直撃っていうとちょっと弱いかな。外れるとかそういうわけじゃないですけどね。だから BB 以上を期待するならやっぱそういう演出あった方がいいですよっていう感じで、これでマテコラーとか言ったらやっぱより上位の報酬に期待できるわけ。こんな話をしてた135ゲームかろうじて赤7を追い止めました。さあ残念、終了画面デフォルト。チャンスじゃん。動画で打つときはほんまゼロモードうまいんですよね。よう当たってくれる。なぜ出せないかって、レギュラーがあれやれてないですね。レギュラー結構最近結構打つんですけど、マジでレギュラー取んないんです。8回ベル揃うだけのやつみたいな。これバシコン BB 以上のチャンス、98ゲーム。バシコン発生で BB 以上確定なんですけど、実戦上それ以上に期待できるって感じです。 OK、 これ青7です。青7か自治会予告。あー気持ちいいあー気持ちいい。直撃5回目ね。ゼロモードの起点ポイント到達でボーナスの抽選に受かってるところで、直撃のフラグを引いたって感じですね。ボーナスと直撃が重なった時、自治会予告として告知されるっていう感じなんで、でバシコン発生の時点で BB 以上確定なんですけど、バーだったんで、あの時点で青7への昇格か自治会予告が確定してます。でまあ第三停止話した瞬間に自治会予告だったんで、今回自治会予告だったんですけど、あれで第三停止話して自治会予告じゃなかったら青7確定ですね。リール高速回転の青7って自治会予告発生しないんですよ。だからリール高速回転の青7で「ウェーン男の極み!」って言ってからしれっとこのランプつくことあるんで、めったにないです。3回とかしか見たことないんで、それが最高形。青7プラス昇格でかき消されての内部自治会予告みたいな、まれにあります。これは普通にレギュラーからの自治会でいただきます。428枚で偶数しさ、マシコンはない。ゼロモーダスです。で青7です。青7ですね、ゼロモード青7、ラストチャンス。ダダーン。さあ行こうか。15回目の頂きロードですね。すごいわ。あと100ゲーム頑張ってくれ、頼む。そしたら7000ゲーム超えるんや。あと100ゲーム、あと100ゲームでいい。だから500枚超えたら、超えたら7000ゲーム終了画面が見れる。見せてくれるわ。あー助かる。おー取ってんのかい。おーラッキーラッキー、ありがとう射程、いつもモノマネさせてくれる君たちに感謝。怪しいっけ。よし、ゼロモードボーナス、ゼロ型ボーナス。
終わりでしょう。マジかー出ましたー五六角はい、じゃあ時間なんでやめます。計算しました。ゼロモードの当選率は単純に引きです。若干設定差ありますけど22分の15、かなり強かった。ただ青菜の3回しか出てきてないんでそこが弱いっす。でチャンスモードが6分の2、これが悪かった。ここでスルーしちゃったから6を切ったんですよ。でその後 BB の割合が全体的に弱い青オーラ3分の1、黄色オーラ5分の1で、緑はもうそもそもあんまり経験がなかったんで言ってくれたんですけど、まあ、ちょっと弱いかなっていう感じで、レギュラーが1トンが2分の0で、設定差の青菜は見てる感じ1回も確認できなかったんで、まあこれだけ見たら結構悩む人多いんじゃないですか。まあ両番引いて狙い台絞って当てて5でちゃんと出して完璧でした。いい動画かなと思います。あとライジングはもう忘れてください。はい、実戦これにて終了したいと思います。またお会いしましょう。さらば。ということで本日の出玉紹介ですねしていこうかなと思います。ただ2台とも当たりでいいかなと思います。2台とも2人ともずっと粘ってて綺麗に出てくれてるんで、ありそう。カバネリーも3台あるんですけど、3台とも結構初当たりが取れてて、1台あやめの終了画面とか出てたんで、まあ、札も揃ってますし、こちらも結構良さそうですね。でスマスロ北斗の角が、まあ、回されてないんですけどね、初当たりをボコボコ引けてるんで可能性ありっていった感じでしょう。 A の消防隊これも1000枚いかないぐらいプラってて、初当たりもしっかり取れてます。